ございます。さあ、これお怒りですか。ブチ切れよ。太陽に吠えたんですね。だからそう、もうさ、すっげえ今月調子悪いの。それはパチスロがですか。そう、パチンコパチスロもうあの2022年の中で1回もなかったぐらいもう負けてるの。ちょっと正確な金額は控えさせていただきますけど、まあひどい。まあ負けてる。まあひどいの。まあひどい中で今日俺午前中はネクストだったでしょ、うん、久しぶりに勝ったのよ、うんうん、プラス1200枚ぐらい、あのネクストのそんな長くない収録時間で、うん、そしたらさ、PTK で2人がガッツリ持っていけよと。有望さん4万ぐらい負けて、クメッチもちょい負けて、トータルマイナスになった。あら、じゃあもう今お金ないんですか。お金ないよ。お金欲しいよ今日は。もう安心してください。ネバリバのお時間です。増えるな、増える。まあそんな流れの中、うん、まあいつもの熊本ですよ。やってまいりました。もう安心安定の相性いいよね。マジで負けないね。土曜日のそのお客さんの動きは俺たち今まで見たことがないんで、うんうん、とりあえずパチスロコーナー上がって良さげな台があったらそこに行くけど、なかったらレールガンか。パチンコ界なんか打ちたいのある。まあティガとか。ティガ好きやな。いや俺も好きだけどさ。あとなんだかんだで一周回ってまたエヴァが好きになって、あやっぱ面白い。わからんではないね、わからんではないね。ゴジエヴァ打った。ゴジエヴァ一回も触ってない。あ、まだ触ってないんや。先バレみたいなやつある。ちょっと待っていいですか、うん、もらっていいですか。ちょっとあのスズメネバネバしすぎじゃない。勇気を与えてくれるな、ね、すごいしなったところに来るな。いやあんなしなった場所で、ね、あ、2羽いたわ。おお、1人、おお、ネバネバすごいしなってる。いや、もっとあるやろ、止まるところ。おお、落ちた。ネバネバ。あんな見させられたらもう。いやー、なんか俺自分が、なんか小さく見えてきたよ。ちょっと負けが去年よりでかいとか言っててさ。ちょっとなんか不調だとか、乗り食いされたとかでなんか、機嫌になってる自分がちょっとちっぽけですよ、うん、俺らよりも体はもう何十倍何百倍ってちっちゃいスズメがあんな細いところでわざわざあんなしなるところにおらんでもいいやんな。しかも数少ない仲間のところにジャンプするって。だってそれいっぱい木生えてる。そうそうそう、なんでわざわざここを選ぶ。いや、いいもん見れましたね。なんか学ぶものがあったね、うんうん、ちょっと今日我々もあんな感じで。そうね、どん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 道が細くなったとしても、うん、最後まで諦めずに。まあ最後落ちちゃったけどな。現図はどこだ、現図はどこだ。あれ、あ、現さんマイク来てない。あ、来た、うん、どっちがいい今。2000枚ぐらいプラスになってる鏡と8000枚出てるバルブレイブ。バルブレイブは2000枚ないぐらいへこんでる状態から逃げ切れ8000枚だった。あ、なるほど。まあバルブレイブも高設定の方が AT 伸びやすいから、うんうんうん、今から1万1000枚出してコンプリート動画を撮るっていうのも、うん、バルブレイブ行く？行く？行こっか。バルブレイブだってゲンさん調子悪いんでしょ。あ、調子悪いんでしょ。調子悪い、ここ最近すげえ調子悪い。じゃあバルブレイブで全部取り返す。一応まだこれ天国の可能性あるぞ。天国だけ回す。なるほど、悪くはなさそうだよね。これがどうなのかわかんないんですよね。俺もね、ここまで出てる台は打ったことがない。いや、わかった、バルブレイブ行こう。知らんよ、お金あるんだろうね。バルブレイブで、うん、一周してダメだったらパチンコ行こう。ああ、なるほどね、うん、なんか鏡のもみもみは今日求めてないかもしれない、うん、ああ、わかった。オッケーオッケー、よし、やるか。はい、参りましょう。一緒にやるの初めてよね。初めてです。おーし、すでにあの8000枚出てる台だから、あと1万1000枚出して、うん、コンプリートしてやろうぜ。俺たちでやったろ。ちなみに俺バルブレイブに関しては1回しか触ったことなくて、うん、1回、はい、おう、ぶっちゃけ詳しくはないです。上位ラッシュ行った？はい、来ました。 B
BR はどうだった？ BR 比率はあのやっぱレギュラーが多かったっすね。あ、じゃあダメだね、うん、多分ね、高設定はやっぱビッグによるのよね、うん、いや俺もそう思いました。お隣さんが明らかに動き良くて、うん、初当たりからビッグも引くし、うん、引き戻しもするしで、なんかその設定位置が1対1って言われてるのよ、うん、でも体感ね3-7ぐらいあるいは4-6、うん、じゃあやっぱレギュラー先行しちゃうんですね、うん、だから俺バルブレイブをさ、うん、こうやって途中から打つときは、うん、まずやっぱプラス様になってる台、うんうん、AT がしっかり伸びてる台、あるいはその BR がデータカウンターで見れるんであれば赤7に寄ってる台。なるほど。じゃあもうこの台は夢しかないってことです。これは本当夢しかないね。8000枚出てるもんな、まあ、2000枚使っちゃってるっていうのはね若干の不安要素であるけど、でも俺の中で朝一2000枚使えてるっていうことは、うん、まあ、もうミミズの可能性は否定されるじゃないですか。そうなんだよ、あれがやっぱ一番怖いんだよ朝から打つ場合って。それよりは全然ネバニバ台の方がいいですよ、ね、その可能性はもうないからね、うん、この台の場合は。それよりは全然ネバニバ台の方がいいですよ、ね、その可能性はもうないからね、うん、この台の場合は。100とか当たらなかった、残念。音出てますそれ台から。小さいよね。5にする。でも周りがうるさく感じますもんね。いやどうなんだろう、この台もともと音小さくない？なんかもう一個あげます。はい、そっから AT 自体は何回か入ったの？レギュラーで、うん、俺その日100発薬地で射止めたんで。すごいな。そうだから俺あれはやれるんですよ。俺あれ全くやれる気せん。いや決まったな。じゃあ使ってないでしょ。あれ使ってないでしょ。右でしょ。はい、ちょっと恥ずかしくてね、一緒にいないとき。まあ俺も一人のときはやってないですけど。やれよ。やってないでできた。いや、心の中でやったんす。右、はいってやったら全部勝ちました。ちょうどキュンキュンキュンって音がしたな、今。右の力はそれぐらいあるんですよ。今音入れたみたいな。うん。噛みつきステージ、演出はかっこいいっすよね。うん、あ、ちょっと常に当たりそうな気持ちになる前兆。ただやっぱ発展の仕方で昇降だと大体ダメ、うんうん、あ、京都薬うぇーい、うぇーい、だっけ。この短縮はいいですよね。そして2倍速3倍欲しかったな。アクセル全開だぜ。あ、この、あ、昇降かと思いきやの。あ、ちょっと熱い強いよ。はい、いい発展。サキちゃんか。サキちゃんはね、俺苦手なんだよ。俺サキちゃんまだ外してないよ。え、マジで？うん、1回しかやったことないけどね。いや、サキちゃん一番難しいよ。スイカ引けばいい子ですよ、ね、うん、で、まあリプレイでもちょっとまああるけど。あ、でも今日サキちゃんおるもんな。うん、あ、サキちゃんにやってもらいますよやってもらうのはちょっとさすがに頼めんけどいろんな問題が出てくるからな急に。でもサキちゃんがいるこのホールでチャンスゾーン一発目サキいいじゃない、うん、よし生かしていくぞ。やるよ。投資今8000円。一回チャンスゾーンやるとき8000円はあ、早生かせばいい。よしよし、一発目から勝てない。きた、青か。諦めんな。粘際。イエスイエス、サキちゃんイエスイエス。サキ、はい、また来た。いいよ。諦めんな諦めんな諦めんな。粘際。だいぶ相手苦しんでるから今。攻めてるね、攻めてるね。だいぶ効いてる。9000円目。よっ。イメージしてスイカ。はい。友達ができたスイカの名産地。友達ができたとかそんな歌詞だっけ。いや、わかんないです。意味わからないよね、スイカの名産地に友達できたって。ほら、あー、これちょっと危ないわ。残り2ゲーム。苦手意識を持つな、さきちゃんに。行くぞ。おいおい、なんか引け。リプレイも引けんかった。入った、入った、たたたたたた、デフォルト入った、たたたたたた。俺逆にサキちゃんじゃなくてあのベルの人超苦手。山田、はい、山田俺まあまあいけるイメージだな。じゃあ今日役割分担決まりましたね。山田とサキちゃんね、うん、じゃあ次サキちゃんだったらやってくれよ。任せてください。
でそれを射止めた方が今来てるサキちゃんとご飯行ける、はい、いいんですか、うん、サキちゃんに一切確認を取らずにそんな、うん、それはいいです。本人の意思は尊重されず、サキちゃんとサキちゃんを仕留めたわけだろ。確かにね、それは権利あるよ。まあでもゲンちゃんはサキちゃんを仕留めてるわけじゃないんだけどね。でジェンさんはそのアテンドの人と飯行ける。え、打ち合わせ。どうだろうね、2桁から前兆始まったからちょっと期待したいけど。確かに俺初打ちの時1回もなかったな、100ゲーム前に前兆とか。これでも次のゲームもこれと危ない。ああ危ない。でも3ゲーム目で急に変わるみたいなこともあるけど、あダメだ、このパターンはダメです。ショコはダメ。まあでもチャンスはやっぱさ、アキラとかさ、ああいう当てないかんところでしっかり刺しときたいよね、うんうん、元いっと、なんのこれ。ダイがもうアシストしてくれてますね、はよ、うん、ためろって言ってるダイが、うん、早くチャンスのやらせ、平和に終わるかな今日が。まあ実際のところ新年一発目の粘り場なんで、これそうだね、日付的にはね、俺たちの収録的にはね、うん、だネバネバの1年を占う意味でもね、やっぱここに来てなんかちょっと変な流れにはしたくないよね、うん、今までやっぱネバギバって。まあでもちょっとダメだ、そういうなんか油断はダメだ。ゲン、うんうん、さん正直に言うと、うん、さっき俺が鏡かバラブレイブどっちがいいって言ったじゃないですか、うん、本当はどっちが良かったですか正直言っていい、うん、鏡、うん、だよね。でもゲンさんは今絶対に流れ悪いけん、悪い、やっぱゲンさんも人の子なんでね。そうだよな、今まで一人で生きてきたけど、うん、やっぱ誰かの力を借りないかん時もあるけんが、ある、今がねその時だって思ってるよ、うん、いやすげえいくやん、うわ5倍、すげえアシストされるんやけど、強チェリーで5倍なんて、これ5倍初めて見た。ほらこれで見て、これでさブーストいってさ50とか取ったらもうそれだけ250縮まるよ。あーやばいやばいやばい、赤5、赤赤、あなんでやねん。まあそれでも、それでもでかい、30だ、うん、でかいね、一気に400のゾーンまで行ったからな。おーい、これはめちゃめちゃ役に立つね、この投資的な意味で、うん、おい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 、こんなバルブレイブ見たことねえぞ。チャンス目、また行くだろあれ。ただ今ね前兆入ってんのよ。あーふざけんなよ。そこ発展か、あーいいねいいね、この発展の仕方はいい、熱いね、うん、こっから前兆入るパターンね。そうこっから噛みつき熱いです。だからこれこの後チャンスゾーン終わった後も結構持ち越してる可能性あるよ。あるね、うん、これ200のところでもし当たってたならさ、とんでもないことになる。もう勝ちやんこれ。チャンスゾーンがチャンスゾーンを呼ぶよ。でそうこうしてる間にボーナス取って、でそのボーナスから、うん、あっさり AT 取って、あらほらすげえ引くじゃん。もう夢何今のこれ間違いないね、当たる当たる、ここは間違いない。もう5倍速消えちゃったからね、うん、実質だってまだ106ゲームだからねこれ。うわ全然回してないじゃん、うん、夢あれ昇降、あ昇降じゃん。でも大丈夫これはな、さすがにな、ここでもう今引くな、はい今引くな、大丈夫大丈夫、チャンスゾーン中も引くから。さあチャンスゾーン、キューマか、リプレイのキューマくん、あー難しい人だ、うん、投資今12,000、おいでもリプレイ引いていくぜ俺は。引け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 、イエス、高すクリック、決めよう。ああ下段、これ熱いよ。下段はこれフラグはもうリプレイなのよ、うん、で今9までしょ、うんうん、だからこの時点でちょっと熱いです。うわーダメか、なんだよ、イエス、まあ、15倍で当たんないよな。お、これリプレイ引いたな、赤セリフお願いします。あーチェリー、なんでキューバで、まだだ、ネバギバよーし、諦めない気持ち、ネバギバ12,000です。オーライ、赤赤赤赤
よし、いいぞ、あるぞ、こう設定詰まるぞ。オッケー、じゃあ源ちゃんがちょっと回してる間に鏡の方応援してくるね。俺らはスタートラインに立ったけん、あなたも頑張りなさいって言ってきて、あんたも追っかけてきてって、ライバルに試合を盛り上げようぜって。ああ見間違えてなければまあまあ出てたわ。マジで、うん、あーホールド取っちゃったか。まあいいよいいよ、止めまくろ、うん、止めまくろ、ホールドしまくろ、ホールドなしなんて願ったらダメだよ、ね、こっち行こう。よしよし、4いった4いった、弱点で4ホールドいった、ありがてえありがてえ、俺たちからもっとありがてえを引き出してくれ。 ありがてえラッシュ突入だよ、ありがてえラッシュ引きたい。おい4だよな、まあ4ホールドだよな、まあいい、止めてこうぜ、ガンガン止めてこう。序盤はやっぱ10ゲームでやっぱ100枚ぐらいは100枚ずつよしよし取っていかないと。弱者ここでこの弱者ホールド取れたらでかいな。取ろうか、取ってくれ取ってくれ、俺が積み取ろうか。よっよっ、いった取ったよ、いいぜ、ありがてえありがてえ、かまへんかまへん、預金に計れ、4くれよ、ここじゃいい、無理、4は無理か、無理無理無理、それは無理やったか、それは無理だ、俺だって人間だからね、ちょっと欲張りすぎちゃったな、うん、いいよ取れたよ、いいよ、ありがてえな、いいよ、なんか台からやる気を感じるよね、うん、そうリプレイとか引くならここなんだよ、そう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 、引くならここ、よしよし悪くない、ペースは悪くないぞ。残り19ゲームで400、いやめちゃくちゃいいペースだぞこれは。だホールドマジ4ホールド取れたらな、よしよしよし、あ15枚で煽ってる、ちょっと熱い、取れ、ダイナアシスト頼む、あんたなら取れる、あー煽りが終わった、残り10ゲーム、ホールドが4ホールド、よし、いけ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 、巨人じゃない、巨人詰め、いやーいいぞ、赤ちゃん取った、もらったね、チャンス目 P はホールドです、あ確定なんですか、先行ってくれよ、だ山田なんだよな、ここでね、じゃあ4ホールドあげようか、うん、俺がこう4ホールド取ったらマジでいけるぞ、いいよマジでマジで、うん、いいよ、1、2、あるあるよ、じゃあね、やんけここで、じゃあね、ここで2はやめろよ、ジョーさん、うわーここで、いやーいったろ、これこれいったんじゃない、ここで4なら完璧だ、よしよし、こうそうそう、こういうところでな、リプレイ広こな、そう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 、いいねいいねいいね、大事、あー男男、いいよいいよいいよ、チリツモ、いいよ1枚もいいよ、チリツモ、チリツモ、おい今2だっけこれで、うんこれで2回目、え、あ、行った2だった、行った、うん、2だった、あと2回ある、これさっき2だった、うん、よし、はい、先いいじゃない、いいね、あっさり決めたね、はい、パネル消えた、おい、これコンプリートあるぞ、俺らにバルブレイブ打たせたら怖いもんなんてないんじゃい、ネバギバこれ上位持ってったら今日の勝ちがぐっと近づくぞ、うん、2023年おっぱじまりました、見てろよ見てろよ、俺たちの伝説を、祭り J 行くぜ、うい、いい音、さあ V を集めていくぞ、さあ源ちゃんもう勝負は始まってるからね、おうなんだ今の勝負は始まってるからね、V ストック取りたい、あーないか、いやじゃあ勝負始まってっからね分かってないと思うけど、いやまあ、うん、お金入れた時からまあそのつもりないけど、いや源ちゃん舞台立っちゃってっからね、うんうん、忘れないで、ここはあっさり、しかし
つなげたいね、うん、一応言われてる数値では何パー継続でしたっけ。70。あー、オッケーオッケー、言われてる数値ではね、うんうん、俺でもね、この2連目にね壁があると思ってるのよ。じゃあケンさん、2連目は俺の合図で叩いてください、うん、ああ、分かった、いいよ、うん、俺そういうの全部なかったことにできる。あと、やっぱスタンバイでレア役、うん、ああ、いいね、これ大事だね、ここここ行くぞ。はい、せっかく入れたね、うん、AT があっさり終わるなんて。おっ、まず1つまだ行くぞ。腹切りドライブ、やっぱゲンさん2連目もそのままのペースで行ったピースどうしたん先般を恐れていや、よくないね。最初に決めたレールはやっぱしっかり踏まんと、そうそう、後々後悔するからね、うん、あの時ね、やっときゃよかったってなるよ、うん、あー、ここでレア役を引きまくってしまった。まあいい、レア役が寄ってきてると思う。スタンバイの時からジョーさんが合図出す。うん、行くよ、はい、OK よ、いつでもどうぞ。ちょっと待ってね、ちょっと今相手の性格調べてるから。呼吸を読め。うん、あーね、剣道部だったんだ。どこまで行ったの剣道部。ああ、練習きつかった。わかるよ、わかるわかる、なごなる、わかるよ、なごなる、わかるよ、その気持ち。ゲンさん、今から5秒以内ならいつでもいいそうです。1、2、3、4、5。ああ、危なかったね、もらった。で、このまま行くのもう、うん、もう取ってますんで、さっきの抽選。わあ、金だ。おい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 、リーチかかったぞ。俺ができるのここまでです。おいおいおい、マジかよ。うわ、これは落とせない。よかった、マジか。まあ、なんだ今剣道ってまだ滑りしてたぞ行くぞ行くぞ、いけいけ、もう大丈夫だ、ゲンちゃんの力を信じろ。一発決めるぞ、粘りは。マジか、大丈夫だ。うわー、取ったー、一発で取ったぞ。おらー、1万2000円ちゃい。いやー、安い。よーし、行こう。じゃあ、それがネバネバのってなんて言った、なんて言った今。触れなくていい、音声カットしてるやめてくれよ。いいよ、複合よく。京都役 V ストック、 V ストック、えほらほら、 V ストック広告になった。これはもうただの演出ね、うんうん、もうこれで V ストックは取ってるから、うんうん、だから直の性がね、やっぱね、まあ持ってきたいんだけど、だ直の性、今の引いても、うん、ほんとスーパーなの、うん、今この間は何か引いたらいいとかあるんですか。あ、まあない、これはただの演出。あ、なるほどね、シャラク性。ほら、これで V ストックです。腹切りドライブ行こう。よーし、腹切りコーナー。だから2つはあるってことだよね、うん、ここでここでチェリー引いた。これこれ放出戦で、え、このチェリーの分で継続になっている。確かに、腹切り取れず。まだあるよね、だからここは。あるある、大丈夫、はい、あ、本当にあった、うん、さっき取ったじゃん、うん、共闘薬で、腹切りドライブが欲しい。で、バルブレイブね、なんかこの1000枚前後にね、一つ壁があると僕は思ってるんですよ。1000枚から2000枚のところにあって、それ超えれば、うん、まあまあ伸びるっていう。じゃあ次ちょっと危ないってことですね。うん、だからこっからここ、まあ、枚数1500枚ぐらいまでちょっと危ない、うん、
ここね、今までのゲンさんだったら、うん、その千枚のところで、うん、多分ノーモーションで叩いてたでしょう。うん、そうだな。やっぱなんかちょっと技いるんじゃない。もうここで使う。うん、挨拶がてらに。挨拶代わりね。挨拶代わりにさよし、じゃあ頼むわ相棒。あ、俺、うん、打ち出しのタイミング、やるか。打ち出しのタイミング、打ち出しのタイミング、ヘアバトルブレイブ。 OK、 決まった。大丈夫。はい、あ、いやいやいや、まあまあまあ、そらそう、ここはね、そらそう、さすがに技使ってるんで、うん、腹切りドライブが見たい。ちょっと怖かったね、うん、ちょっと怖かった、ね、なんだろう、もう2ゲーム行くとすごい怖い、ね、そう、怖い怖い、すごい怖い、荒い、だがそれがいい。腹切りドライブ取るぞ、ここでレイアク引こう。 OK、 違うパターンも見たいね。怖え。嘘だろう。ちょっと待って、今終わりそうって思ってるでしょ。うん、思ってる、焦ってるよ。一回落ち着こう。すごいなんか心が落ち着くことをイメージしてる。電野、電野、電野、電野を流してる今頭の中。電野、そうださ、違う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 、全然違う、全然違う、違う。はい、そうだろ、これこのうち2個ストックしてんだよ。そうだろ、粘り場、無理だよ、10ゲームでスイカなんてよおー、チャンス目、チャンス目いったぞ、やったじゃあまたね。はい、またよろしくお願いします。ほらめっちゃセクシーな画角になってしまった引けてる、引けてる、あー、デカムシュ、よし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 、いいぞいいぞ、うわー、調査いなくなった瞬間、うわ、これ2択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 のやつ、2択2択当てれば腹切るよ。もうもらったやん。じゃあもうもらった、俺たち決めてたからな今日。聞けるよ。うわー、震えた。あー、いいね、聞こえた俺も。よーし、来た来た、ついに来た、50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 、